シドのところに行ってちゃんと話をしないと。夫たちバタバタしてたわ。ちょっくら休憩休憩っと。イーストプールのことを聞いたわ。医者って無力ね。こんな時何もできないんだもの。私たちにもできることがあるはずよ。シドと話をしてみましょう。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな。誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレク公国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。ゲイか。手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで。お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たん。
そうおっしゃいましても、条約を犯すなど、ここで危険を犯して、一手を立てる必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、御賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、芸家、どうかお考え直しを。今こそ塩である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。ですが、それは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。事の支度を急げ。ディオンはどうしている。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。待ってくれ。ということは、マザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か。こんな悪趣味な冗談、誰が言うよ。黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな、クリスタル。誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる。各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがに分からんがね。マザークリスタルは神聖な存在。俺たちはそう教えられてきた。だからこそ、人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が。さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは
彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか。もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけば、この世界は黒の一体に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。どうだ、乗るか。もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。マザークリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。休憩、休憩っと。ああ、ずいぶん落ち着かない様子だが、困りごとか？ああ、君はクライブだっけ？実は任務中にひどい失敗をしちゃってさ。任務？あんたは何をやってるんだ？僕は補給係のグレン。この隠れ家や各地の同志たちに物資を届けてる。でも補給物資のいくつかを落としてしまったみたいでね。あれがないとみんなの活動にも支障が出てしまう。しかも一緒に届けていた手紙もなくなってるんだよ。シド宛ての大事な手紙なのに。探しに行かないのか？そうしたいのは山々だけど、すぐに別の任務に出なきゃいけなくて。そうだクライブ、僕の代わりに探してきてくれないか。礼は必ずするからさ、頼むよ。仕方ない、手伝おう。ありがとうクライブ。補給物資と手紙を探せばいいんだな。どこで落としたか見当はついてるのか？ロストウィングからゴールトン農場を通って帰ったんだ。魔物が出るから急いでて、あの辺りが怪しいと思う。落とした補給物資は全部で3つ、どれも麻袋に入れてあるよ。指導宛ての手紙は1通だけど、あれが一番大事かも。わかった、とにかく探してみよう。本当に助かるよ。ああ、僕はもう次の任務に出ないと。それじゃあよろしくね。慌ただしいやつだ。ひとまずゴールトン農場に向かおう。見つかるといいが。村人まで皆殺しにすると。おう、どうした？どれが欲しい？よし、できたぜ。また来いよ。帰りが遅す。無事だといいが。どうかしたのか？おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。
刻印のあるものが外に出ているから心配で。ベアラが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけでは賄いきれないからな。そうだ、君、ザンプレクでベアラ兵を務めていたというのは本当かね？あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか？よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな、今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。簡単なことか。分かった、話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。バタバタしてたわね。何か外であったのかしら。今度はどこへ行くんだい？コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。ちょうどいただくよ。持ってきな。ちょうどいただくよ。オリフレムか。そういや、ここのところ随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。クライブ、無事で何よりだ。まあ、ゆっくりしてけ。なるほど。読み方が上達すれば。お主は見ない顔だな。新入りかね？クライブだ。はじめまして、クライブ。わしの名はハルポクラテスにせいヒペルボレイオス。ハルポクラテスにせいヒペルボレイオス。はは、正しく呼べる者がおらぬのでな、皆からは語り部と呼ばれているよ。わしはバリスゼアの歴史と習俗に興味があっての、あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事のいとまにでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。新たな視点を得られた気がするぞ。知識の積み重ねがやがて大きなものとなる。これまでの知識の断片がつながったぞ。備
備忘録を見たいのだな。また外の話を聞かせておくれ。よう、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか。ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブレクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすればノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、オット。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。こんなところか。ガブに声をかけておこう。それなら野菜の下ごしらえでも頼もうか。おや、あんた新入りだね。俺はゴーチェ、協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介ごとの解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。はい、どうぞ。よろしく頼むぜ。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで。戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。
それに最悪の場合俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なことを。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。早く彼を。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーはどこへ。身の危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえよければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか。あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。やつを役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーと。ベアラーになんて任せておけるか。俺が探しに行く。外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。彼が時間を稼いでいる間にノリスを見つけないと。しかしロナルドという男を騙されたと言っていたが。私どうすれば。あなたマーサお抱えのベアラーでしょ。何があった。宿場に野党が押しかけてきたの。私は何とか逃げてきたけど、他の人たちが心配で。お願い、野党を追い払ってもらえないかしら。いいだろう、任せておけ。ああ、ありがとう。野党はどこに。さっき酒場へ向かって行ったわ。大きな声がしたから中で暴れてるのかも。あの中には何人かお客もいたはずよ。どうかみんなを助けてあげて。おいおい、金も酒もこんなもんかよ。なん
てしけた酒場だ。この宿に金がないなら、そこの傭兵、お前から金をいただくとしよう。ほら、アリガネ全部出しやがれ。いつらか。これで終わりか。ありがとう。本当に強いのね。おかげで助かったわ。あんたが退治してくれたのかい。まったく野党ども、私の留守中に好き放題してくれたもんだよ。マーサ、この宿場では傭兵団を雇っていたと思うが。ああ、ブラッドアクス傭兵団のことだね。俗領の駐屯兵は何もしてくれない。野党退治も商人の護衛も全部自分たちでやるしかないんだ。いつもは傭兵団を頼ってるけど、宿場の外の仕事も多くてね。こういったことに柔軟に対応できないのが悩みの種さ。そうか、難儀をしてるな。だからあんたが手を貸してくれて助かった。私から礼をさせてちょうだい。今回は本当にありがとう。さて、これから後片付けで大忙しさ。またね。と退治してくれたんだな。あんた、マーさんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、言ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって。この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。この辺りでノリスを見なかったか。やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう、探してみる。
手がかりを探してみよう。こんなところにランタンが。確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。魔物の死骸だ。ノリスがこれを。あんたがノリスか。誰だ。なるほど、頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのに、あいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろう。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって。マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった。ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか。ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに親友に売られそうになるとは。ベアラーになってる。ああ、クライブ、どうだいノリスは。おい、ベアラー、あいつを見つけたんだろうな。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんなら生成する。大体役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か。まさかノリスは本当に
安心しろ。もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとう、クライブ。少ないが報酬だ。もらってくれ。落としたクリスタルだな。あの商人に届けてやろう。クリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。これだこれだ。ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの属領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。グレンが通ったのはこの農場だ。補給物資と手紙を探そう。麻袋、落としたのはこれか。ここにもあった。
給物資は揃ったが手紙が見当たらないな。誰か拾った者がいないか辺りで聞いてみるとしよう。あなた確かマスターの。こんにちは。今日は畑のお仕事かしら。いや、仲間が落とした手紙を探している。この辺りで見かけなかったか。さあ、見てないわね。そうか。待って、そういえば少し前に見かけた犬が髪をくわえてたの。あれがそうだったのかしら。その犬はどこに。ロストウィングの方へ走っていったわ。誰かの飼い犬だと思うから民家の近くにいるかも。助かった。恩に着る。今年のブドウはいいワインになるぞ。あんた、シドのところから来たやつだな。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、行ってみろ。ああ。オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か。じゃあ食べるものをできれば妹の分も。わかった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。もうじきブドウの収穫。そろそろみんなが畑の仕事。私もワインの。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけどよそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ、最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。
さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。シドのとこの何か用でも。ランダルという男が、あんたのところで働いてると聞いた。彼の戻りが遅いと仲間が心配していてな。様子を見に来たんだ。ああ、やつなら荷運びを手伝ってもらってるよ。今日は荷が多いから、確かにいつもより時間が。いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。ランダルはどこへ？村の南門を出たロベール林道。その先で取引相手と落ち合う予定だ。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。そろそろみんなが畑の仕事を。このままじゃ。誰だあんた。おっと、そのブローチは。脅かすなよ。どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった。聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか。いや、あんなに魔物が出ることは滅多にない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな。おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。わかった、俺がやってこよう。ありがてえ。早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールド農場にあるからな。もうじきブドウの収穫だ。今日もよく働いたぜ。パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい。初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。はあ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった、ありがとう。パンとワインうまかったよ。